子供たちがさ、トンネルを作りよる途中に誕生しましたみたいなモンスター。ほい。なんかさ、この辺の黒い岩とかさなんかありそうやのになんもないんよね。アローラの地面にこもる熱を電気に変える、大地の恵み、タラナロにすごい。そういうなんか自然エネルギーみたいなのいいよねこっちの方とかも行けたらいいのに。そのうち開いたりとかするんかな、せんのかな、せんか。マップで向こう続いてないもんね。この黒い岩がどうしても気になるんやけどえ、あれかな、ムーランドとかで調べたらなんかあるとか。あ、こっちほらあっちには普通にアイテムが。お、野生の石つぶてが飛び出してきた。来たよ来たよこのなんかちょっと気持ち悪い石つぶて、眉毛が生えて、なんか髪の毛が生えたみたいな感じの。でもこいつまだちょっとね、私まだ捕まえてないけん、とりあえずギリギリまでカビゴンの手加減で減らしていって、スーパーボールで、あと一発ぐらいか。え、待って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 、自爆したんですけど、マジで。あー、4年自爆爆発したんやけん、そりゃ死にますよねえ、何、お前に捕まるぐらいならみたいな感じ、ひどくね。あ、ほら、アイナは太陽の石を見つけた。太陽の石もあれやろ、ポケモン進化させる道具よね。ヒマナツとかがキマワリに進化した気がする。ポケモンでビジネスしたいね。てかこの世界って基本的にポケモンでビジネスじゃない？ね。ポケモンに全く触れんビジネスの方が珍しい気がするけど、あ、こういうね、隙間とかの方にもあんま行けてないけん、ちょっと、ん？看板を。野生のコータスが飛び出してきた。なんかコータス現れる時の音面白いね。ボンって言わんかった。はい、それじゃあこっちには、まあ特に何もなかったね。お得な掲示板ぐらいで。あと別にこっちの方とか、特になんもないか。ん？こっちの方は、浜辺？ポケモンが出てしまったじゃないか。お、また石つぶて。来たよ、来たよ。今度こそ自爆されんように頑張らんとね。さっこい。カビゴンののしかかり、とりあえず手加減じゃ何回もかかるっていうことが分かったけん、よし、じゃ次で手加減にすればいいね。石粒って結構頑丈やなん、尖った岩、マジか。絶対あんなにちょこっと動いたらグサって刺さる感じの、あれってダメージ受けるやつよね確か。いけ、おし、オッケー、これで、じゃあこれであとは、おぉ、ギリギリで雷パンチとか繰り出してきやがった。ふふ。ほい、それじゃあこれで、スーパーボール。とりあえずスーパーボールを。いけい！このなんか、昼間でも月が出とる感じ、すごい、すごいよね。サンの方ではやっぱりあれな。夜でも太陽が出とる感じかな。おーし、やった、石つぶてを手に入れたぞ。かっこアローラ版よ。石つぶてのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。なんかこれさ、アローラ版と普通のやつ両方とか出てきたらいいのにね。石つぶて登録完了。あとのゴローンゴローニャも違う感じなんかね。やっぱ捕まえたのはどんなポケモンか調べろと。これからどんどん進化させていきたいよね。石つぶても。石つぶて、岩石ポケモンアローラの姿。地面で寝ている石つぶてを踏むと、バチンと音がしてビリッと全身が痺れる。あ、もともとが岩電気タイプなんや。へぇー。あ、やけん雷パンチとか出すん。へぇー。ニックネームはいらないです。で、ボックスへ。やっぱりアローラのポケモンって全然タイプとかも違うんやね。面白い。今まで絶対石つぶてに電気タイプなんかついてなかったもんね。
岩地面とかじゃない？あったとしたら。これはどこへ行けばいいんやろ。バンバドロダッシュやね。バンバドロ普通の場所やったら全然走るの超遅いんやけどさ。勝っても負けても僕の人生は続きます。まあね。そりゃそりゃ。ずっとくよくよしてられませんよ。こんなところであなたの人生は終わらないから大丈夫よ。てかさっきこの辺光おらんかった。気のせいか。ん、あっちにも。ん、こっちもしかして来た方向やったっけ。来た方向やね。ということは？てかこっちから来たんか。じゃあ、とりあえずここ入っていけるよね。ん？なんもないんかな。うん、別に特に何にもないね。あ、てかこっちに繋がっとんや。なるほど。あ、泥バンコや。さっきまであなたの進化系に乗ってたのよ。バンバ泥。で、結局こっちには何にもなかったけん。ん？これ一体どこに行けばいいやろ。今なんかつんのめったよね。じゃ、バンバ泥ダッシュでちょっとこっちに。なんかね、どこに行けばいいんだかよくわからんねえけど。あ、砂浜、うらうらうら海岸。うらうらうら。3回目の裏は漢字なのね。秘密のビーチにようこそ。仲良くなるため勝負しよう。仲良くなるため？本当に仲良くなれるんだろうね、それで。いや、別になりたくないけど、こんなおじさんと。海パン野郎のミラトが勝負を仕掛けてきた。いつも思うけど、あのポーズは何？ナマズン。ナマズンって、何タイプやった？電気タイプやっけ？なんかおでこのがさ、すごい電気タイプのマークじゃないかなって思うやけど。地面も入っとったかな？水電気？電気地面？なんかそんな感じな気がするんやけど。あ、でも水は入っとるか。草ポケモンで行きたいんやけど。とりあえずピカチュウで。まあなんでとりあえずピカチュウなんかは特に理由はない。おし。多分同じ電気系統かなって感じはするけど。はぁ、いや、水タイプか。電気地面ではなく水地面？水電気かな。必殺のピカチュウと。いくよ、ピカチュウ。どうやろう。水電気やとしたら。ああ、効果がない。ってことは地面が入っとる。水地面ってことか。うおー、やべえ。水タイプの技でやられるとは。ごめんね、ピカチュウ。ということは、ん？カビゴンかな？もうノーマルのね。いっけ、カビゴン。よし。じゃあ、ここでカビゴンの、のしかかりを。てか、さっきさ、普通にカビゴンでやっつけていけばよかったね。ほら、一発。ピカチュウ、無駄にやられてしまった。お、あとちょっとレベル上がるやん。砂場を繰り出そうとしている。え、それはもうアシレーンでしょう。砂場がどんなんかわからんけど、とりあえず名前的に地面系やと判断したい私は。どんなん砂場。うわ、なんかすごい不気味。あ、頭にスコップ刺さっとるけど大丈夫？なんか刺されよる途中、あれやない、なんか子供たちがさ、トンネルを作りよる途中に、誕生しました、みたいなモンスター砂場の水固め。あ、防御がアップ。何がどうバーなんやろ。おばあさんなんかな、あれなんか。ああいう髪型をしたおばあさん的な感じの。歌方のアリア。まあ、体力今、あとあんだけやったけん。歌方のアリアすら使わんでもよかったかもしれんけど。お、カビゴンレベル46。やったね。いいねいいね。お小遣いをあげよう。ありがとうおじさん。めっちゃ子供扱いされたけど。でもお金くれるんなら何でもいいよ。お小遣い、どこから取り出すか気にしちゃいけないし、毎日動画流れ着くのも気にしちゃいけないよ。はっ。もしかして海パンの中から。
ハイパーの中からお金を出しやがったな。お？真珠見つけたんだけど、やった。なんか知らんけど、偶然にも真珠があったよ。あ。不思議な生き物がジガルデキューブに吸い込まれた。なんかもうジガルデキューブの中、不思議な生物だらけやと思うけどさ。どこに報告しに行けばいいって言ったっけ、忘れたな。どうもどうも。おいで、ポケモンたちといいことしましょ。あ、女の人？普通に男の人かと思った。ビキニのお姉さんの渚が勝負を仕掛けてきた。おいし、行くよ。こうやってちゃんと近づいたら、めっちゃセクシーなお姉さんなんやけどね。てか、なんなんあのポケモン、ブサイクなんやけど。なんか、ぱっと見、可愛い感じに見せかけてブサイクなんやけど。ママンボウやって、ママンボウ。おいし。おいで、ピカチュウ。カビゴン戻れー。お？え？イワンコや。あ、そっかそっかそっか、ピカチュウ。ピカチュウやらんだつもりやったけど、あれやんね。普通にさっきやられたわ、ピカチュウ。これは、ちょっとね、いかんよね。イワンコは。ってことは、カビゴンで行こっか、やっぱり。あー、でもアシュレーヌ。噛み砕くとかでいける？でも、イワンコ自身がね、地面タイプやけん、不利かなとも思ってんやけど、ああ、しかも身を守った。待って、もう一回噛み砕く。あ、これは危ないか？水の波動。あ、いや、耐えた。効果抜群でも、レベルの差？レベルの差だね。あー、でもこれでやっつけれそうな感じ、ま、ではないんかな。どう？岩石封じとかでいける？あー、水の波動を使われた。あー、次こそダメだ。効果は抜群。ごめんね、イワンコ。さっさと戻してあげればよかったけど。それじゃあ、トリレプス行ってみようか。いっけ、トリレプス。この子も岩とか入ってそうやけど、岩じゃない、鋼とかかな。とりあえず、金属音。金属音とかなんかポケモンよりも人間が嫌がりそうな。ねえ、横におるお姉さんとか絶対嫌がるやろ。てか、私も嫌がるかもしれん。お？何今の。ピコーンってなったよ。何に気づいたんだ？さあ行くよ。原子の力。なんかさっきからすごいかわしまくられるんやけど。ダメじゃね。これはもうさ、ポケモン、アシレールで行こうかな。助けてあげて。あの、歌方のアリアが黄色くなっとるのは何？もうすぐでなくなるよってことかな。おし、任せた、アシレーヌ。こんな1トレーナーに苦労しよる場合じゃないよ。これから試練に挑もうというのに。ほら、なんかまたピコンってなるんやけど。あ、やっぱり少ないってことか。歌方のアリア。いけい。よし。アシレーヌぐらいのレベルになれば、同じ水タイプでも全然いけるけんね。バシッと。お、トリデプスがレベル37に上がった。イワンコとかもあのまんまね、耐えてくれとったらレベル上がったかもやのに。こら、あんまり強いのお楽しみがすぐ終わるでしょ？いやいや、お姉さん結構強かったよ。普通に私のポケモン2匹ほどやられましたけど。あ、あれか、やられてないんか1匹は。裏裏裏海岸には運が流れ着く。ポケモンの小説考える方が潮の流れよりも楽しいかもね。ああ、まあね。ポケモンの仕業ってどういうことや？なんかヤドンいっぱいおるんやけど。おさわり OK、捕獲は NG。この浜のヤドンはすべてアローラ地方が管理しています。え、マジで？何？特別天然記念物とかそういう感じ？おお、なんか向こうにもおるし。やーん。おお、ないっぱいおる。すげえ。ドヤ。ドヤって言われても。やーどー。この鳴き声がなんか一般的な気がする。ちょ、待ってね。ヒメリの実を手に入れた。別にヤドン全員に話しかけたら何かあるとかじゃないよね。ヒメリの実を手に入れた。そして、
カゴの実を手に入れた。まあ、これ全員に話しかけたところで、ドーン。まあまあまあ、十分触れ合ったからもういいよ、ヤドン。ほんと？ちょ、待って。よいしょ。動かしにくいよ、バンバドロ。13番道路。町に着いたんかと思った。13番道路、砂漠手前のオアシス。ってことは何？もうちょっとで砂漠なん？お、あゆなぁ。久々やね、ハウ。マーマネから聞いたよ。主を呼び出すマシンの動作テストに付き合ったんでしょ？俺もお手伝いしてさ、なんとか試練こなせたよ。お、よかったよかった。少しは強くなったかな。アイナはすごいよね。うん、なになに？満タンの薬を手に入れた。ありがとう。優しいね、ハウ、やっぱり。軽く見られていいならせいぜい騒がしくしてな。お、久々やん。かなり久々やん。なに、どうした？わー、出た。スカルダンがコスモックというポケモンを探している。コスモック？お前ら何か知っているか？え？お、教えないよ。コスモックって何？コスモック次第は強くないポケモンだ。だがあいつはとんでもないポケモンを呼び寄せかねない。何かあればアラオラに最悪が訪れるぞ。最悪ってひどいこと？じゃあどうすればいいの？コスモックを知っているなら守ってやれ。曲がりなりにもスカルダンの用心棒をしているが、これだけはアドバイスしてやる。コスモックだけは守れ。んー、なんかいいやつじゃない？それにしてもスカルダン、コスモックの存在をどこで知ったというのだ？どういうこと？それにどこに行くの？聞けよ、おい。あゆな、コスモックを探しているってリーリエどうなるの？ってよくわからないけど、リーリエとコスモックを守ればいいんだよね。よーし、次の試練もこなしてもっともっと強くなる。あ、コスモックってあれ？俺さ、島巡りをこなしてカップコケコに認められ島キングになるんだ。勝ち負けを競いつつも楽しいポケモン勝負を広めたいしさ。あゆな、一緒にチャンピオン目指そうね。頑張る。でもチャンピオンは多分一人なんじゃないかな。違うんかな。カップの村って守り神のカップと何か関係あるろ？あ、それすごい思いよった。カップの村やもんね。はいよ、バンバドロ。ガキの時好きだったヒーローのモノマネをしてるのさ。へへー。バンバドロに乗っとったん、そのヒーロー。やっぱり男の人って小さい頃はヒーローを夢見たりとかしよったんかな。ね。私も小さい頃見よったけど、まあ夢見てはないけどさ。ハイナ砂漠は天然の迷路。モニュメントをよく見れば通り抜けられるらしいな。2個、1個、4個、3個か。答えと聞いたが何のことだろう。ん？全く意味がわからないけど。天然の迷路って言われても、迷路でなくても私は道に迷うというのに、そんなところには行きたくない。そんなところには、お、お、月の石を見つけた。やったー。進化といえばって感じじゃない？お、不思議な生き物が地軽でキューブに吸い込まれた。結構おるね。お、これパッチールやない。フラフラ？かわいいパッチール。いいね、いいね。めっちゃフラフラやけど。ハイラスバックがあるからこそオアシスも大事にされる。タイプの相性があるからいろんなポケモンが大事になる。うん、まあね。深いんだか深くないんだかちょっとよくわからんかったけど。この子さっき話したっけ？ダイノーズって子よね。あのなんかライチさんのとこに持ったやつ。ん？この先ハイナ砂漠。さっきおじいちゃんとしか話してなかった気がする。てっかっざん。そんななんか細かく通を入れられたら言いにくいんだけど。はい、島めぐりさん。こちらのキャプテンメニゲートは、こなした、ゴーストタイプの試練をこなしたものの見通れますよ。あ、試練をこなさんかったらまだ通れんのか。どこやねん、試練。お、なんかおるんやけど。うほほ。なに、ゴリラ？ポケモンよね、あれ。ポケモンよね。なんだよ、踏ん張って見張ってんだよ。何を見張ってるんだ？全くわからないんだけど。熱い視線を感じて寒気がするぞ。あ、ここを見張ってんの、もしかして。なぜ見張られてるんだろう、あの人は。なんか悪いことしたんかな。とりあえず、この辺、こっち？お、なんかカップ、あ、カップの村や、カップの村。
雨降り出したんやけど、なんか。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。